阪神門別ゲイト今季初先発の可能性浮上。阪神の門別ゲイト投手が試合前練習で先発組に合流した。これまではブルペン待機が続いていて、練習は中継ぎ陣と共に行っていた。この日はいつもより早めにグラウンドへ姿を見せると、青柳や村上らと一緒にアップを開始した。チームはこの日から甲子園でヤクルトとの3連戦、青柳が予告先発として発表されている。27日は大竹、28日は才木の先発が有力、29日からはマツダスタジアムで広島との3連戦があり、プロ初先発の地で今季初先発の可能性も考えられる。来週は大竹のところで門別行きますかね。岡田監督も先発見据えてるって言ってたしね。おう、まさしが風邪ひいたとか。そうじゃなくてもこの前の中断挟んでの登板は負担大きかっただろうし、一回飛ばしてもいいかもな。まさしじゃなかったらすみません。誰を飛ばすんやろ。左腕や資源上一番良くない伊藤正史かな。どこだ、ゴールデンウィークの甲子園に当てるのもいいけど、因縁のマツダスタジアムもありだな。やっと来たか。気になるのはどこで投げるかだな。誰かろうて飛ばすほどじゃなくない。いつ投げるんだろう。個人的には大竹調子良くないから明日投げてほしいけども。大竹、伊藤正あたりが候補ですかね。先発陣の層が厚くて悩ましい。門別は球史に残るレベルになる可能性がある。あるなら月曜ですかね。マジっすか、これ松田で見れるとか最高やぞ。月曜の広島戦とかか。広島戦で投げる可能性が高いのね。お、待ってました。和読みたい。嬉しい悩みやけど、アクアルフ門別は甲子園で投げてほしい。仮に松田で投げるなら勝川狙い撃ち。笑い。門別の初先発は早く見たいが、今のところ入る隙間がなさそう。去年調子悪かった青柳、西も今のところ順調だし、他球団からしたらこの状態は羨ましい限りであろう。今の先発6枚はローテーション崩さず曜日固定でいきたいと思ってます。まずまず調子良いしね。29日の月曜日に門別投手先発のチャンスかも。でも西有2周空いちゃうのも気がかり。岡田監督に余裕が出てきましたね。まだ C を守り抜く必要もないし、ここで門別を先発で試しておくことが後々の財産になるって感じでしょうね。これこそ監督が決めることだからな。岡田昭信監督がどう判断するかだな。他球団ファンはまだあまり知らないだろうが、阪神ファンならすでに門別の凄さは分かってる。昨シーズンの村上同様、今シーズンは門別が大ブレイクするぞ。層が厚い上に調子が上がらない投手もいないから、チャンスをもらうだけでも大変だね。強いて言えば大竹が少し不安かなというぐらい。そりゃ強いのは当たり前。まずは門別をローテーションの端に加えて、他の投手が悪い時には取って代わられるというぐらいの活躍を望む。岡田監督はずっと使いたいと思ってるが、使う理由、つまり誰かを外す理由が見つけれずに使えずにいると思う。でも誰もが使いたいと思っている。テレビや雑誌のインタビューで岡田監督が散々褒めてたし、先発するのめっちゃ楽しみ。門別が広島戦に先発したら、解説はぜひ立川にやってもらいたいわ。糸正一回外しかな。前回が土砂降りの雨の中での登板での疲労を考慮して。もうローテーション7人で回すか。初先発早いけど、代わりに誰が外れんの。来週は大竹のところで門別行きますかね。岡田監督も先発見据えてるって言ってたしね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。